今回はコースの作成についてご紹介します。まずはスマートブレインにログインしていただき、その画面の右上管理機能をクリックしていただきます。そうしますと左上にコース管理というボタンがあります。こちらをクリックします。そしてコースリストという右のところ、コース追加というアイコンですね。こちらをクリックします。そして空のコースを作成というところがありますので、こちらのコース名等を入れていきます。今回はテストコースとします。識別子は半角英数字で入力していきます。今回はテストとします。そして送信ボタンを押します。これで空のテストコースは作成できました。